ロスシートは、クライド湾に存在する島の一つ、ビュート島の主要な港町である。この町は、スコットランドに属しており、本土との間はフェリーが運航されている。地図中央部、アラン島の北に存在する、本土とほとんど陸続きに近いビュート島に一つだけ、黒い点が打たれている。ここが、ロスシーである。ロスシーは、クライド湾沿岸に存在する町の一つで、だいたい北緯56度、西経5度付近に位置する。ビュート島内においては主要な町であり、2006年現在のこの町の人口は約4850人であった。なお、この町の中央部には、ロスシー城という廃城が存在することで知られている。ロスシーは、ビュート島に存在する町であるものの、グレートブリテン島の北西岸部の気候と似ている。すなわち、ここも温帯の西岸海洋性気候に属しており、従って、もともと季節間の寒暖の差も小さい。また、ロスシーは海岸に存在する町なので、海の影響を強く受けた気候、すなわち、夏は涼しく、冬はそれほど冷え込まないという、もともと夏と冬の寒暖の差が小さい、西岸海洋性気候の寒暖の差をさらに小さくしたような気候である。ちなみに、この場所において観測されたことのある気温で最も高かったのは、1975年8月に摂氏 28.5 度を記録した時である。逆に、この場所において観測されたことのある気温で最も低かったのは、1982年1月に摂氏 8.4 度を記録した時である。それから、降水量に関しても、西岸海洋性気候であるため年中平均して、降水が見られるものの、ロスシーの場合は、どちらかといえば、冬季に降水の多い傾向にある。なお、この町において、特筆に値することとして、記述の通りこの町は、ビュート島という水に囲まれた場所に存在するのにも、かかわらず、ひどい霜が発生する危険があることで知られている。以下に、ロスシーの1971年から2000年までの30年間の平均気温。平均降水量のデータを列記する。また、1960年以降に観測された、最も高かった気温の記録と最も低かった気温の記録を月ごとに列記する。年平均最高気温摂氏 12.2 度、年平均最低気温摂氏 6.19 度、年間の降水量合計の平均 1414.62mm。2006年までは、ロスシーには3つの小学校が存在した。また、同じく2006年までは、ロスシーには中等学校が1つ存在した。その後2007年に、これらの学校の合同校舎が完成した。そして、後に、これらの学校は合併して1校になった。ミッド-2006ポピュレーションエステマイツ、アーカイブド2008年12月9日、アットザウェイバックマシン。ゼネラルレジスターオフィス2009年6月3日閲覧 AB1975 テンパチャーミー AB1982 テンパチャーミー ABCDEFGHIJKL アベリッジスフォーブテミー。ありがとうございます。